でも、すごい大きいね。
もうずっと車の中で泣いてたのでちょっとね、いや大丈夫前日ですね、はい、30分ぐらいまで行っちゃう人も多いです。はい、わかりました。あ、ずっと泣いてきたのか。車が苦手で、お子さん震え、ちょっと震えてたから待ってる時は。
方なので、はい、問題ないと思います。スンコっていうのは毛玉に限らずに、はい、ちょっと食べ過ぎても多かったのに生えてしまったり、はい、夜寒かったりした時でも、はい、朝ごはん食べた後に生えちゃう場合、赤くなってるところは歯石です、はい。歯肉ちょっと赤めだけれど、歯肉炎っていうほどでもないです。大丈夫です。こっちも見せて。こっちも一緒だな。こっちの方が多いな。はい